はい、ありがとうございます。では質疑応答に移ります。少々お待ちください。します。では原口選手よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、試合まで、ね、2週間ちょっとという感じで迫ってきましたけど、どうですか今のコンディションは。そうですね、コンディションはもう動きも切れてきてバッチリですね。はい、モチベーションの方はいかがですか。いや逆に上がってますね。対戦相手変わったけど、まあ、やっぱアダムチャックの方が、まあ、一応元グローリー王者っていう肩書きがあるんで、全然モチベーションはさらに上がったって感じですね。ザカリアからあのセルゲイに対戦相手が変更になったって聞いた時にはどんな感じでした。いや、まあ、まあ別にどっちでもいいかなっていうのは、ただまあその練習内容ちょっと変えなあかんなって思ったぐらいですね。自分的には全然どっちでも美味しいんで大丈夫ですね。はい、でそのセルゲイですけどね、今もう原口選手言いましたけど、元グローリーの世界王者ということで、はい、この肩書きっていうのはやっぱり魅力的ですか。そうですね、やっぱり肩書きある方がもちろん分かるし、でもちろんねグレゴリアンにも勝ってるっていうのも聞いたんで、まあ、かなり強いし、全然だから、まあ、世界的にも強いファイターだなって、まあ、誰が見ても分かると思うんで、うん、だから全然美味しいですね。試合映像はかなりご覧になりました。いや、かなりあんまり映像がないんで、うん、ペットの時の試合と、まあ、なんか前回の、まあ、バウトレビューさんが上げた動画見たぐらいですかね。はい、で今ペットパンノムルンの話もちょっと出ましたけども、セルゲイ選手もペットと、ね、原口選手以上に3回も戦ってるんですね。そうですね、僕もそれ最近知ったんですけど、うん、全部判定で負けてるみたいなんで、まあ、かなり、まあ、体は強いんやろなっていうのは伝わってきますね。うん、どうですかお互い、ペットパンムルーンが壁になってるっていう感じですけども。そうですね、まあ、ゾーガリーもねペットに負けてるし、でもペット強すぎ。あれただただあいつ強いなって感じです。でしたら今回の一戦は次期挑戦者決定戦じゃないですけども、そういった意味合いもありますかね。まあ時期というか、まあまあまだ早いなと思ってるんで、自分の中でも、まあ、もう少し世界の強豪を倒して、まあなんかみんなというか、まあ、ファンの方も、まあ、団体も含め、まあ、もう一回やってもいいんじゃないかって思われるぐらい自分が強くならなあかんから、うん、まあでもとにかくここは勝っとかないとダメですね。はい、わかりました。そのセルゲイ選手ですけども、日本でも結構有名なオランダのマイクスジムでずっと練習してるみたいなんですけども、はい、マイクスジムって何か印象ありますか。いや、なんかマイクスジムは結構なんか聞くだけですけど、結構もうなんか体重差関係なくスパーリングするみたいなのを聞いたことあって、だから体はもうめちゃくちゃ強いよっていうのを聞いたことありますね。うん、普通にヘビー級でやったりもするらしいし、もし機会があれば原口選手も行ってやってみたい感じはありますか。いや、行きたくないですね。失礼しました。で、今回原口選手とセルゲイの試合ですけどもね、対抗戦の対象戦に選ばれてますけど、はい、この部分っていうのはあれですか、ものすごくこのモチベーションが上がるっていう風なきっかけの一つになりますか。まあ上がるし、まあ結構恐れ多いというか、まあ自分でもびっくりはしてるんですけど、まあ任されたからにはしっかりと勝たなあかんですね。まあだからモチベーションは上がってますね。わかりました。ちなみにね、今日の早朝とか今日の深夜ですか、ワールドカップの決勝トーナメントありましたけども、はい、何か影響を受けるものありました。初めてその負けた試合だけ見て今回、まあ、影響というか、まあ、すごいなと思いましたね。こんなに全世界が盛り上がってるって、まあ、影響というか格闘技も、まあ、もう少し盛り上がってくれたらいいなとは思ってますね。では今回両国を原口選手を人に盛り上げていただけたら非常に面白い展開になってくるんじゃないかと思いますけども、結構盛り上げてるところあるんですけどね、毎試合。やっぱなかなか格闘技は難しいですね。うん、わかりました。では
今まで以上に盛り上げてください。はい、まあ、クリスマスなんでバッチリと盛り上げます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。代表から以上です。はい、ありがとうございます。他ご質問のある方。はい、お願いします。文学と一箱です。はい、お願いします。今日はうちのみの密投地見せましたけども、はい、今までこうサンドバッグとかシャドウとかだったんですけど、はい、今回密投地っていうのは何か意味があったんですか。いや、いつも同じことばっかりしてるんで、たまには違うことしようかなって感じですね。パンチだけだったっていうのは今回パンチを磨いてるってことなんですか。まあ、そうですね。パンチはやっぱずっと今年はもうテーマはパンチで磨いてるんで、まあ、蹴りは磨かなくても自然に出るんで、うん、パンチを磨いてますね今。何かその磨くパンチを磨くことでやってることってありますか。そうっす。まあ象狩りにしてもアダムチャックにしても結構ガツガツ前に来るファイターなんで、まあこう短いショートの打ち合いを結構今練習してますね。短いショートの打ち合いだと、はい、なんかこうかあのフルコンの経験も生きるんじゃないですか。どうですか。まあ、まだね違うんであれですけど、やっと大体やっと、まあ、理想のショートの打ち合いができるようになってきたかなっていうところまでは来てますね。まあ、ショートでも結構、まあ、当て感というかしっかりとナックル当てるようになってきたんで、まあ、当たれば倒せるんちゃうかなとは思ってますね。かなり拳に手応えがあると。そうですね。ペットの時ぐらいから結構拳の強化してて、まあ、なんか硬いパンチを今磨いてる途中ですね。それはなんかそのきっかけみたいなのあったんですか、パンチを磨こうっていう。いやー、きっかけ、まあ、山崎選手の時ぐらいですかね。まあ、なんかうちやってくれる人に打ち合えて買ったらかっこいいかなと思ってたんで、その辺からしっかりと磨き始めた感じですね。まあ、どっちかって言ったらヨーロッパ系の選手だとやはり パンチの方が多い感じなんですけども、まあ、7、3ぐらいはパンチじゃないですか。はいはい、そこでもこうまあ、あえて打ち合ってもう勝てるぐらいになりたいという。そうですね。やっぱ外国人選手に打ち合えて勝ったらすごい自信にもなるし、まあまあそのね、打ち合いが全てじゃないと思うけど、打ち合える場面で打ち合って打ち勝てたら、まあ、結構自信にもなるんで、だからまあ挑戦はしていきたいかなって感じですね、打ち合いの。もう原口選手、その外国人選手特有 そのフィジカルに関してはこうどのように対抗しようと考えてますか。まあ、フィジカルに関してはね、今回に関してはまあ勝てる、まあ、勝てへんと思うんで、まあ、だからこそ当て感ですよね。当て感、なんかまあフィジカル、まあ、フィジカルでカバーできひんようなとこ狙って、まあ一発で切るような感じの試合になればいいかなとは思ってますね。っぽいですね。侍っぽいですね。いやいや、まあもう山崎選手の時もその作戦が見事にハマったんで。ああ。そのフィジカル的なものにフィジカルと対抗するというよりも、やっぱり技の精度で勝ちたいっていう。そうですね。やっぱ精度に関しては絶対負けてないんで、まあ外国人でフィジカルがあるからこそ、まあ結構雑というか、なんかゴリ押しで。まあ、聞かへんとこも殴りつつぶん殴ってくるイメージあるんで、まあ、日本人で結構賢いっていうイメージがあるから、まあだから嫌なとこついてって感じですね。なるほどですね。対戦相手を変更されてから、もうあれですか、急ピッチでこう作戦を練ったり、もしくはその対人練習とかをしたりっていう感じだったんですか。まあ、そうですね。まあ、それされる、うん、急ピッチというか、まあ、サウスポーに関してはペットの時からもうめちゃくちゃやりまくってるんで、また延長戦って感じですね。なんで全然問題はなかったですね。ペットパネルで言うと、アダムチャックの試合ってのは何だったんですか。まあ、それは見ましたね。おいけど、あんまりどんな、はい、あんまり参考にならなかったですね。俺あんな緑蹴れないんで、ペットみたいに。ちなみにその試合と自分の試合を比べたらどうでした。どっちの方が全然してました。それは2回目の僕ですね。1回目は、
まあ無理でしたけど。そう考えるとアダム・チャック恐れるたらずと。そうですね、まあ、僕は多分唯一腕とか背中とか赤ならんかったと思いますね、多分ペットでやって。終わりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他ご質問のある方。はい、ディーファイトの遠藤と申します、はい、お願いします。お願いします。相手のジャック選手なんですけども、確か KO 負けとかはほぼないと思うぐらいの感情差なんですが、はい、その辺は、どう感じていらっしゃる。 KO を狙っていくのかとか、それともすごくうまく戦っていくのかっていう。いや、まあ KO を狙っていかないですよ。 KO を狙いに行った試合ってロンペットぐらいしかなくて、あんま正直、うん、あとは基本的にまあ倒してるって感じなんで、まあ、その倒れへんやつに倒しに行っても倒れないんで。で、そして倒れそうですか。まあ当たれば倒れですね。うん、原口選手はなんていうんでしょう、なんかそのペットボトム選手の1戦目とかを踏まえて、なんでしょう、その後もっと強気に行こうみたいな、そういうことをおっしゃった時期もあったと思うんですけども、はい、今回的にはそういうのは継続していくんですか、それともなんて言うんでしょう、うまさに振るというか、その動きながらしていくとか、どっちにしていくか。まあでも試合前はしっかり、まあ、強気でいくけど、その強気がこう、まあ、ファイトスタイルに出るかって言われたらそうでもないと思うんで、まあ、気持ちは、まあ、熱くやけど動きは冷静にって感じですね。今回その、まあそうですね、ペットボトム選手への、まあ、3度目なども踏まえたりとかしつつ、テーマとかいうのがあるとしたら、どういうのってテーマ、言葉としてありますか。まあそうですね、テーマはとりあえず対世界に勝ったことがないんで、とりあえずは対世界をしっかりと撃破しなあかんなと思ってますね。まあ、そこからですね。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他ご質問のある方。あ、すいません、ちょっともう一ついいですか。はい、あのこの前のペットパンムルン戦の後でちょっと、まあ、あの燃えたじゃないですか。はい、はい、あれは答えました。いや、そうっす、まあ、あれが別に僕は燃えたのが悪いと思ってないし、あの時はあの時でほんまに思ってたことやから、まあ、ただその言い方とかそういうのはまあ気をつけなあかんなと思ったんですけど、言ったことに関しては本心やったわけで、まあだから後悔はしてないですね。あれもあれでいい経験になったんで、まあ、あれをもう一回やるかって言われたらしないですけど、だからあれはあれで、まあ、なんか自分の成長につながったんで、結果的には良かったんちゃうかなって思ってますね。なるほど、わかりました、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。では最後にファンへのメッセージをカメラに向かってお願いします。はい、おっす、原口健太です。今回は、まあ、クリスマスってこともあるんで、まあ、しっかりと6対6、まあ、日本人が全員勝てるように頑張って練習するんで、皆さん応援お願いします。まあ、そしてしっかり大将として面白い試合してバッチリ締めるんで、皆さん期待してください。お願いします。